さまざまな医療機器をインターネットでつなぐ世界初のスマート治療室が公開されました。オールジャパンの技術を結集して医療ミスを防ぎます。こちらでは今脳手術のシミュレーションが行われています。それぞれの医療機器から集められたデータはすべてこちらに集約されて執刀医の判断をサポートしています。東京女子医科大学などが導入するスマート手術室は電気メスや X 線、麻酔器などの医療機器をインターネットでつなぎ連携させることで医療事故の 25% 程度を占める医療機器の設定でのミスを防ぎます。また日本が強みを持つ産業用ロボットなどの最先端の技術を活用し手術に関わるスタッフの負担を減らします。日立製作所など13社と5つの大学が連携し数年後には海外にも売り込む計画です。